眼科専門医の平松です。今日はコソプト点眼液の保存についてちょっとお話ししようと思います。なぜこれをお話しするかというとですね、保存の方法が変わったんです。まあ大きく変わったわけじゃないですけども、まあ、ちょっとだけ変わりました。で、そもそもなんでじゃあ保存の方法が変わったかっていうと、コソプト点眼液に入っている防腐剤の種類が変わりました。今までは塩化ベンザルコニウムっていう、まあ一般的なお薬ですね、防腐剤でした。決してこれは悪いものではないですね。これがあることでお薬の安定性安全性を保てるものです。だからとってもいいことなんですけれども、まあ、代わりにどうしてもこう長期に使うと目に傷がついたりしやすいっていうちょっとデメリットももうあったわけですね。塩化ベンザルコニウムが全部悪いのかというと そうではなくて、例えば手術後の目薬であるとか、そんなんだったら一時期じゃないですか。それあんまり問題ないですよ。でも緑内障のお薬っていうのは長期間結構長く使うわけです。となると、目に傷がつきやすい。特にですね、コソプト点眼液とか、まあ、アゾルガもそうですし、あとはベータブロッカーっていうのなんですけども、あのベータブロッカーっていうのは含まれてるお薬は目に傷をちょっとつけやすいっていう特性があるんです。だからこそできる限り防腐剤を減らして傷をつけにくい状態っていうのを作りたいなっていうのが、まあ、多分狙いとしてあるんだと思います。じゃあ何が変わったか。もともと使っていた遮光袋ってやつなんですよね。こんな感じの袋ですね。この中に点眼瓶を保存するわけなんです。で、これ自体でも遮光の袋で遮光機能あったんですけども、これに変わってます。なんかしっかりとした色になってるの分かると思います。ですから遮光機能がしっかりとした袋に保存してくださいっていう風に変わったわけです。前のと比較するとこっちの方がやっぱりしっかりとね保存できる感じですね。逆に言うと塩化ベンザルコニウムを使わなくなった代わりにちょっと保存がこういう風に袋の制限が多少出てしまっているっていうのはもちろんデメリットとしてあります。ただまあ、塩化ベンザルコニウムを使わないことで目に優しくなるでしょっていうのも目的としてあるわけですね。今の目薬どうなのっていうと、もしあなたがコソプトを点眼されて薬局でもらって、薬局で何も言わなければ多分前のを使ってるし、その時袋ついてきますんで、あれこの袋ついてきたらもしかしたら袋変えなきゃいけないのかなっていうふうに気をつけていただければと思います。なぜわざわざそれ言うかっていうとですね、まあ、ちゃんとした薬局さんの場合はそこら辺指導してくれます。こういうふうにしましょうとかって。でもなかなか実は眼科にあんまり慣れてない薬局さんっていうのもいるわけですし、まああんまり詳しくない薬局さんっていうのも残念ながらいると。そういう場合、まあ、じゃあいただいたのをどうするかっていうと、それを処方して出すだけで、袋もそれただつけるだけで何も言わないんですね。すると患者さんとしては、ああ同じコソプト出たって、見た目の容器がすごい変わるわけでもないので、となると前の袋あるからこれに入れて使っちゃうって人ね、結構いるんですね。例えば前の袋に1日2回とかって書いてたから、こっちになるとですね、ちょっとあんまりこういろいろ書いてできないじゃないですかね。前のこれいろいろ書けるんで、あ、これ前の方が便利だなって言って、前の使っちゃう方がいると。そうするとですね、やっぱり防腐剤の種類が変わっていますので、お薬が劣化する可能性があります。ですから、新しい方の、に入れていただく方が、新しいお薬や、防腐剤が変わった場合はいいですね。じゃあ、前のお薬を新しいのに入れちゃいけないのかっていうと、これ、別に構わないですね。塩化ベンザルコニウムから変わってることはいいことなんですけども、ちょっと注意点もあるので、特にこの移行期ですね、袋が変わっている時期っていうのは気をつけていただければと。逆に言うとですね、そこら辺に裸にしてポンポン置いてたらあんまり良くないってことなんです。例えば車のところにポンと置いとくとか、ね、ずっと寝床のところに袋にも何も入れないで置いとくっていうのはあまり良くない。きっちりと遮光の袋に入れていただいて、劣化を防いでいただくっていうふうにしないと薬の効果が下がってしまう。となると、私たちわからないですね。患者さんも今まで通り目薬さしてるつもりなんだけど眼圧が上がってきた。あれ、じゃあお薬増やそうかとか、手術しようかとか、そんな話になっちゃうことありますので、くだらないことだなと思うかもしれないけど、意外と重要なことです。袋たったそれだけで治療方針が変わったり手術になったらあまりいいことではないので、袋の、方を間違えないでいただければと思います。今日はコソプト点眼液の保存についてお話しました。